どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。6月ということで雨のシリーズちょっと続けております。今回は、大江千里さんが作って畑本博さんが歌っておられてレイン、そのまんま雨。6月といえばやっぱ梅雨で雨のイメージあります。このレインという曲をこのウクレレでガズレレシンプル簡単バージョンでやってみようと思うんですけど、今回この曲ちょっと難しいコードがどうしても出てきちゃって、そこがですねもうどうしても外せないんで、ちょっと頑張ってみましょう。それでもいつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方がなるべく簡単にできるようにしてるんですけど、今回はちょっと難しいこと出てきちゃうけど、はい、やります。後半はさらにそこにこうビート感をちょっとなる、あのね横に広がってるようなリズム、落ち着いたリズムをちょっと表現してみよう。かっこいいバージョンやりますね。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽聴くの最高だけどやる方がもっと最高です。この曲ね本当にいい曲ですけど、自分で奏でたらまたさらに違う景色が見られます。こんな感じでね、どんどん音楽やっていきましょう。ウクレレだったらすぐできますよと私はいつも言っていて、このガズレレ YouTube チャンネルはそのために今やってるんですけれども、あのねそう言うとですね、私は音楽のセンスがないんですとか難しそうだから無理とかいう声が聞こえてきそうですけど、安心してください。このガズレレではですね、そのような方が、楽器触ったこともない方があれよあれよとあっという間に弾き語りができるプログラムがございまして、そのプログラムで皆さん今全国のね世界中の方がですね、もうウクレレで音楽始めてますよ。 YouTube ですからね、いつもどこでもスマホでも見られて無料ですから始めましょう。ここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に動画見てウクレレ触ってるだけですぐできるようになります。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がもうウクレレで簡単にすぐに弾けるようにしている簡単ウクレレレッスン動画としてすでに1200曲以上もうアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 ショーオールナツメル、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、もう何でもウクレレで弾いてるようにしています。どんどん これから音楽を聴くからやるに楽しんで変えていきましょう。それでは早速やってみましょう。レイン、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。悪いのは自分の激しさを隠せない僕の方さ。レイリー君は雨に煙る、着いた駅を少し走って、どしゃ降りでも構わないと、ずぶ濡れでも構わないと、しぶき上げる君が消えてくわ。路地裏では朝が早いから、今のうちに君を捕まえ、行かないで行かないでそう言うよ。土砂降りでも構わないと、ずぶ濡れでも構わないと、口笛吹く僕が続いてくる。ずいぶん君を知りすぎたのに、初めて争った夜のように、行かないで行かないでそう言うよ。ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。ちょっと
途中 B メロで凄まじく見たことないコードが出て、これちょっと難しいんですけど、この B メロでねちょっと転調するんですよ。そこがもうキュッとくるんで、もここはちょっともう皆さん頑張ろうということでやってみると思います。安心してください。しっかり説明していきますからね。今のもちろん聞いていただいて分かったと思います。ショートカット、オリジナルショートカットアレンジバージョンでやってます。フルコーラスでやってみたい方、ちょっとこれを参考にしてご自身でどんどん2番とか書き足していってください。で、今やったガゼルのシンプル簡単バージョンを動画と合わせてできた方も、やっぱりご自身でね紙に書いて自分だけでこう演奏できるように持っていくのがいいと思います。それで覚えちゃうのがもうそれよりね上に行くステップだと思うんですけど、まずは書いて覚えていく。その参考になるようにいつもガズのノートをこの皆さんにここで動画でシェアしてるんですけど、実はですねこのガズクラブというシステムが始まりまして、毎月クラブ会費660円をいただいて、まあこのガズの最新この写してるノートがこのまんま、スキャンされてデータで皆さんの元に毎月5曲お届けするという画期的なシステムに、今もどんどんもう会員、クラブ会員増加してます。皆さんもぜひ入ってください。で、このクラブに入るとですね、そのクラブ限定のオンラインイベント、こんな感じでライブでやり取りしたりとか、あとはですね、その SNS があってそこで質問だとかいろいろ私が提案したりとか、ワイワイ楽しくやってます。クラブになってください。はい。そんなわけで、はい、時間ある方はどんどんメモっていってください。映したいと思います。はい。で、今のシンプル簡単バージョンはね、イントロをちょっと省略しました。これ簡単なんですけど、ちょっと後で解説しますけれども、これかっこいいんです。これ後でねかっこいいバージョンでやります。今のシンプル簡単バージョンはこの A メロからスタートしましたということでございます。そしていつものことなんですけど、この下にくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンで使うコードですので、ちょっとね変化があります。かっこいいバージョンではこの下のコードを使っていきます。これ後で解説していきます。で、これひとまずこんな感じで写しとくんで、一時停止して、メモってください。これねこのノートはね、秘密があって、この点があるじゃないですか、このちょこちょ。これでリズムをキープしているとか、測ってるとか、いろいろこういうメッセージが含まれております。ひらがな表記だとか。はい。ぜひ、よろしくね。ちょっと見づらいなという方は動画のテロップ一時停止して帰っていってください。じゃあ、ここ、B、A メロまでな。はい。ここまではですね、まあまあまあ、まあいいんですよ。問題はこの行です。この B メロ。A と、A さ相当。なんじゃこれ C シャープマイナーセブンと何それ F シャープ見たことねえ。これ後で解説し、ここだけちょっとね強烈難しいです。はい、まあ、後で解説します。はい、じゃあここサビで、これガズレールオリジナルバージョンではですね、サビ1個2回繰り返してもうオリジナルで終わってしまったというテレビのねやってた時の畑元宏さんがテレビで演奏していた感じのアレンジに近いと思いますけど、こんな感じでやってました。はい、ここのサビのね結構この言葉がワイワイ詰まってますから、ね、淡々としてるんだけど言葉のリズムが結構大変です。はい、ここもで、ね、かっこいい場所でコードが変わってくるところがございますということですね。はい、じゃあこんな感じ、ここシンプルなんですよ、曲は。 B メロ以外はね、はい、なんだけどこれ皆さん歌ってみたらわかるけど、この歌のメロディーライン半端じゃないですか。歌のメロディーラインで、ね、ほんとすごい、特に A メロのとこがすごいですね。まあ、ちょっと歌ってみればよかった。雨の夜に君をとかね、しわ寄せでこんな風に雑に雨の夜に、この雨の夜にとか、この辺のね音程のね取り方が凄まじいです。はい、でここ最後ガズレオリジナルエンディングをつけて終わったというのが今のガズレアレンジでございました。じゃあ出てくるコード解説なんですけど、まずねそうだ、この4つがね B メロで出てくるコードなんですよ。でこの2つはかっこいいバージョンでしか出てこないんだけど、こっちはここからここまでがね今回シンプル簡単バージョンなんですよね。だからこの4つちょっとまあ置いといて、まずこの基本のやつから説明していこう。まずこれは基本 CAmFDmG7EE7Em7A7、 ここまでは基本中の基本コード、これです。ガズレレ必須コード、これいつも出てくるんですけど、このガズレレ必須コードって何かというと、ウクレレを初めて触った方が最初に覚えてもらいたいコードなんです。これね10個あります。10個のコードを覚えちゃったら、まあ本当にガズレレ的には世の中のこと、曲はね8割9割できるっていう魔法のような夢のようなコード。実際今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルでやってる1200曲のレッスン動画、この上はガズレレ必須コードで、まあ8割9割できるようになりますから、まず覚えました。10個ある。でも10個もあるのと思うでしょ。1個ずつ見たら簡単なんですよ。これも1個のコード、これも1個のコード、なんだけど10個いっぺんに覚えようと思ったら頭がごっちゃごちゃになるから、私がですねめちゃくちゃ頭にスイスイ貼る夢のような動画を公開しております。ここでリンク貼っています。ガズレレ必須コードはここで覚えていきましょう。今日はだからそのガズレレ必須コードは6、7、8個出てくるわけで、さらにさっきも言ったけど B メロで出てくるコード次々解説していきます。まずは A というコード、これはね結構簡単。 A はね A マイナーと A7 を同時に押さえるって感じからこんな感じですね。これは簡単ですね。次も簡単、 A のサスポーっていうのはこことここなんです。A マイナーとその下、ここ、はい、これはですね、本当は D というコードを弾きたかったんですけど、D よりこっちの響きもよく、さらにね簡単なんで、だから A はここで、A はここよ、
A サス4はここって考えたらこうとこうで簡単ですね。その次が問題です。はい。次は C シャープマイナーセブン。何それ？僕も初めてこの感じ。これ転調してるんでね、今まで見たことないコードが出てくるんですけど、C の C シャープマイナーセブンってね、結構難しいです。ここと、ここと、ここ。だから結構狭いんでね、こうやって押さえてこんな感じかな。これがいいと思います。こんな感じが。いいですね。これがなかなかいい響きをね、醸してです。はい。で、その次一番最後、これがね、皆さん、これが一番難しいと思うんだ。F シャープは、つまり1フレット全部制覇して、ここのフレットを、この白いのが1個ここに上がったって考えるんです。そこで F を押さえるわけです。わかる？この白いのが1個ここにずれてきたら、F ってこういう風になるじゃん？そう、こういう風に弾いてるようなもんですよ。こう。だから、シャープだから、1個こっちにずれてるんだよね。これ、人差し指で全部押さえて、ここの上で F の場所を押さえるってイメージですね。これが多分ね、初心者の方一番難しいと思う。こういうのね、一本指でグッと押さえるの、制覇とかバレーとか言うんですよ。久しぶりにちょっとやり方をちょっとレクチャーしますと。これ一本指で押さえる。しかも1フレットだから力がいるから難しい。まず基本はですね、まず、ぎっちりこう、グッと押さえてくださいね。こっちとこっちで押し合うわけね。で、ここにスペースが空いてる方がいいですからね。ここ詰まってたらまず押さえられないです。ここ開ける。で、グッとこう押さえ込んでいくなんだけど、ここね、指ってここに、こう関節があるでしょ。ここに弦が入っちゃうと、押さえられないんで、ちょっとだけこの面を使うんです。イメージですよ。ここではなくて、この面の方が平らなんですよ。触ってみたらわかる。はい。なんで、ちょっとこうやって押さえたら、ちょっとだけこういうイメージ。それでこうやってやったりするのがいいかなというふうに私は思います。で、あとはね、自分の体の位置、こっちにやるとかこっちにやる、いろいろやってみて、あとはこう自分がこっち自分の方向いてると押さえづらい。まっすぐにしてこう力はいるよ、グッと押さえ込んで、しかもこっちの引っ張り込むテコの原理も使って、この自分の体の入れ具合の角度とか、こんなの、あとさっきも言ったとおり、ここにスペースがあって、こうグッとこう本当にギュッギュッギュッと押さえ込むのが大事ですから、ね、これ F シャープ、これで行き通る。で、 B メロのとこちょっとやってみると、じゃあ強度表コード表記してみます。A からなんですよね。あ、せーの。レイリー君は雨。ここから A サス4、いい響き。次が C シャープマイナーセブン。これがかっこいいでしょ。次が F シャープ来たら、ここ制覇して。はい、こんな感じ。ここの B メロができたらもう拍手を送りたいと思います。このコードはちょっとやっぱね、難易度高いですね。だけどここはね、キュンとするとこなんで、なんとかやってみてください。チャレンジです。はい、チャレンジ。あとはですね、基本的にはその簡単入門コードでできたということで。ただ、やっぱり歌が難しいですよ。A メロとか特に難しい。で、サビのところでも、どしゃ降りでも構わない。このタイミングが結構ね、しっかりこう、どしゃ降りでも構わない。タイミングがスコンスコンと入っていかないと、なんかこう、乗れないっていうかなんで、そのリズムとか音程の差とか、この辺の歌がもう、濃厚に、いきましょう。だからまずはですね、このシンプル簡単バージョンで徹底的に歌をやっぱマスターして、それからかっこいいバージョンに入っていくのがいいと思います。さあ、そこで、かっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンはさらにそれにコードが足されます。今やったシンプル簡単バージョンの F だった部分を、ほぼ F、メジャーセブンというのに変えていきましょう。F、メジャーセブン。これ、大文字の M はね、メジャーです。小文字の M はマイナーとか、A マイナーとかって、小文字でしょ ?F メジャー、これ大文字なんで、そういう風にガズレレで表記してます。F メジャーを7を押さえるところはね、こことここなんですよ。ここ5フレットなんですけど、ここね。これ1、2、3、4、5。このこのね、ここって5フレットにマークがついて、だいたいこの辺についてるんだけど、この3弦、4弦、こんな風に押さえるのがおすすめ。なんでこれがいいかというと、人差し指がちょっと余ってるでしょ。次、こっちに戻るときにね、ちょっとこれお得なんですよ。これで、結構ここの距離があるから、なかなかパッと行くの難しいですよ。演奏中にね、ここ、よくね、チェックしてからパッと行けないんですよ。ここ、やってみたらわかります。もし余裕が出てきたら F メジャー7でやってみてください。ちょっと難しかったら、ひとまずは F のまんまで、曲優先でいいですからね。はい。あともう一個出てくるコードが、E7 サス4ですね。E7 サス4は本当に決めで一回出てくる B メロへの流れのところ出てくるんですけど、E7 っていう入門コードはこことここで、こんな風に E7 っていうコードがあるんですけど、ここ見てて、これがこっちにずれると E7 サス4です。で、ずれると E7 ね。ここどういう風に出てくるかというと、A メロの一番最後ですね。みんなね、軽いのは自分の激しさを隠せない僕のさ、C、C、E7 サス4、E7、ここがかっこいい。はい、ここ E7 サス4を使っていきましょう。はい、コードはそんな感じで、説明は終わりまして、じゃあ弾き方に入っていこうと思います。弾き方はですね、まずイントロ今回つけるんですけど、イントロはガズペジオでいきます。こんな感じ、
ピアノっぽいイメージの弾き方でガズベジオでやってるんですけど、今回ね、そうだ、ちょっとこの流れで説明しようと思うんですけど、イントロと最後のエンディングのところがこの今のパターンのガズベジオでやろうと思うんですが、その時全部1弦の3フレットを押さえたまんまコードを弾いていきます。つまり最初 C でしょ、次 F なんだけど、 F の時もここの1弦の3フレットを押さえたまんまこうなんす。次 G7 でしょ、 G7 ってこうだからこんな風な感じになります。本当は G7 ってこうだけど、1弦の3フレット押さえっぱなしだからこう G7、 Am の時も1弦の3フレット押さえる、響きがすごくいいんですよ。1弦の3フレット押さえたままこんな感じです。せーの C、これ響きがいいんですよ。これたまにガズレレでもよく出てくるアレンジ方法なんですけど、ずーっと C の1弦の3フレットというのが響いているというのをやってみようと思います。はい、そして曲の中ですけど、今回斬新な、弾き方いこうと思います。これです。はい、ダウンピッキング。ダウンピッキングって一体何かというと、こんな感じでやると思う。言葉にできず凍えたままで、ビンドンバンドン、ビンドンバンドン、ビンドンバンドン。わかる？ C でやってみると、結構これがですね、いいんじゃないかというふうに思いました。全部ダウンでしょ。ダウン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 。はい。だからダウンピッキングというふうに、名付けていました、名付けましたけれども、アクセントはつけたいですね。今聞いて分かったでしょ。トントンタントントントンタント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 。こんな風にするとかっこいいと思う。ノリをちょっと出していく。これで、この、早くならないようにね、エンジンブレーキをかけながらも、淡々と進む感じをちょっと表現してみる。見ましたと。これ16ビートで最初やろうと思ったんですけど、そうするとね、なんかちょっと激しすぎるんですよね。言葉にできず、これでもいいかなと思ったんですけど、なんか言葉にできず、こっちの方がね、なんかこう静かな、淡々としてこうどっしりして、なんか重心が低い感じのイメージを受けたんで、このダウンピッキングでやってみようと思います。これ結構だから考え方によっては初心者の方でもチャレンジできますよね。1、2、3、4、1、2、3、4、こんな感じです。チャレンジしてみてください。ただこれね、強弱をつけるのが知らないうちに、ジャ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 って最後、最初はね、トントンタントンってできるかもしれないんですけど、やってて他のことにも夢中になってるうちに、でね、アクセントがだんだんつかなくなっちゃうんでね。で、ちなみにアクセントなんですけど、弱く弾くときはもうこの2つの弦をちょっと触るぐらいでいいですからね。フルで弾くときはどんどん全部弾く。こんな感じ。体は4つ。ちょっと練習してみるか。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな風でこう淡々と速くならないようにこう、そこら辺がキーポイントになるかなと思います。あとですね、イントロのところでは決めというかね、ちょっとここにこういう感じであるんですけど、ツタタとかトタタとかでテロップをちょっとこれ一緒に見ながら練習していきましょう。イントロからいきます。せーの、 C を押さえたまんま、これ響きがいいでしょ。 G7 から Am で、 C から次 F やったらここで F で伸ばします。はあ、ツタタ、今の G7 のところでツタッターンって伸ばします。で、次のバースで、ツッとっとっとったーん。ツッってのはチャね。チャで F で、ダーダーダー G7 で一回伸ばす。はい。後半からやります。テン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 。伸ばす。とっちゃっちゃーん。ツタッタッタッチャーン。言葉にできず。こんな風にいきます。もう一回最初からイントロから頭からやってみましょう。せーの。で F で伸ばして、ツッタッタン、エッタバーバー G7、うん、言葉に、はい、ツッタダダダ F から G7、はい、このここが決め一箇所入るところで、あとは本当シンプルにストレートに淡々と思いをこう紡いでいくように、雨がこうしとしと降る、そんな風なイメージがやっぱいいんではないかなというふうに思います。サビのところではそのリズムが乱れないように、ちょっとやっぱりこう言葉がいっぱい詰まってるように早くなりがちなんでね、その辺をこうおおらかな気持ちでやるのがいいと思います。映画を見ている方はこの映画のイメージとこうダブらせて、素晴らしい、なんかこう気分がまた盛り上がるんではないかと思います。さあ、それではやってみましょう。元畑元博さん、大江誠美さんのレイ、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。
なんというかこの透明感ですか、ね、その新海誠さんの世界観がこう本当頭によぎるような本当素敵な曲だなと思って、でもやっぱり歌はねちょっと難しかったり、リズムをね速くならないようにするこうスケール大きい感じで、やりたいですかね、まあ、その辺を意識して取り組んでいくとまたさらに楽しくなるんじゃないかなと思います。大いに皆さんやってみましょう。ありがとうございます。さあ皆さん、音楽やって楽しくなろう。やっぱ楽しくなると免疫力も上がるし、やっぱり、ね、笑顔が増えるとね周りにも笑顔がねこう増えていきますから、この楽しさはぜひ周りにもねお伝えください。ガズレレ YouTube チャンネルご活用よろしくお願いします。いいねとかチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは最新情報なんですけど、この赤い本がリリースされまして皆さん楽しんでいるということで、ものすごい情報が入ってきてます。これよかったら Amazon のレビューとかね、いろいろレビュー書けるんで、よかったよとか書いてもらえると嬉しいです。これはね100曲入ってますんでね、もう皆さんこれ Amazon とかで本屋さんとか楽器屋さんとかでぜひぜひゲットしてください。ありがとうございます。そしてこの今使ってるガズのウクレレ、再予約販売したんですけど、あっという間にまた完売しまして、でもですねセミオーダーとかまた次のオーダーもすぐに用意しますので、もう少々お待ちくださいで、ご注文いただいている方もうちょっとお待ちください。ありがとうございます。よろしくお願いします。さっきもちょっとお伝えしましたけど、このガズムを書いてるこの、ノートのね、データが毎月5曲ゲットできるというこのガズクラブというサービスが、まあ、始まっておりまして、この楽譜が取れるだけじゃなくて、その中でね、クラブ員限定のオンラインイベントとか、非公開のフェイスブックグループがそこで今朝もめちゃくちゃいろんなやり取りとかしてね、結構面白いんですよ。ぜひ皆さん参加してください。その次のねオンラインクラブ限定イベントは7月4日の午後2時から、やりますんでね、今からでもそれ間に合いますからよろしくお願いします。あとねいろいろありますよ。これいつもねご紹介してるんだけど、あこの今私がかぶってるキャップとか T シャツ、あとはこのストラップ、これは前半に小杉さんが使ってるストラップで、最近では新しい方法としてはこのここにこういうのもついてるんですけど、これでこうウクレレ掃除できるという言葉で発見されました。あとはこれ絶好調なのが、これがですね皆さん、ちょっとコロナがね開けてきたんで、このリュックサックを持って、ここコンサートウクレレが入るウクレレケースです。ここにガズレレのプリントがあって、これ中も結構広くて楽器用の分厚い仕上げになっております。これ中もねちゃんと傷がつかないようになってて、で中にポーチが2つ入ってて、譜面台とかチューナーも入るポーチがあって、これマジックテープでもう脱着可能、スペースもこう流行利用できます。そしてこれでっかい旅行カバーにもなりますんでね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。あとはガズレシピ、アプリがあります。これも、今月中には多分曲がまた追加になると思いますので、これ皆さんのスマホや、タブレットにインストールしておいてください。そんな感じでですね、もう盛りだくさん、このガズレレ .com にも大体最新情報を書いてますんでね、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、そしたらこのウクレレ、ガズレレで音楽楽しんでくださいませ。またガズレレ YouTube でお会いしましょう。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。